皆さんこんにちは、ドロフィーズです。今回は家族で楽しめる日だまりの家をご紹介します。プライベートガーデンがつながるリビング、自分らしく過ごせるめぐみキッチン、そして家事が楽になる工夫がいっぱいのお家です。最後までご覧くださいね。まずその明るさ、南向きの配置でどの部屋も日の光がたっぷり、まるで平屋のような開放感があります。家族が集まるリビングはまさに陽気リビング。程よく日差しを浴びながら家族の時間がもっと楽しくなります。お庭は家族の特別な場所。週末はみんなで楽しむガーデンブランチ、夜は友達を招いてホームパーティーを開くなど、四季の変化を感じながらプライベートな時間を満喫できます。家族の健康を支えるめぐみキッチン、優しく自然光が降り注ぐカウンターはカフェを連想させる佇まいで、お料理の時間がもっと楽しくなります。対面式のカップボードで準備や後片付けもストレスフリーにはかどり、家族の笑顔が増える場所です。リビングは家族が自然と集まる場所。高い天井と広々とした空間に広がるたっぷりの明るさに、いつの間にか気分もほぐれて、読書や趣味の時間も充実。家族の絆を深める心地よい空間です。お家の中にはご主人の趣味スペースも。オープンな設計で趣味を共有しやすく、家族の会話も自然と生まれます。子どもたちに自立を促すファミリークローゼットでは、片付けや整理整頓を自ら行えるようにと設計しました。家事が楽になる工夫も満載。大型洗面化粧台からランドリールーム、お庭へとつながる動線は日々の家事をスムーズにします。時間と心に余裕を生む平屋のようなワンフロア家事楽動線です。皆さんいかがでしたか？今回は日だまりの家で家族との時間をもっと豊かに、未来への成長が楽しみになるお家をご紹介しました。宮古田建設のデザイナーがあなたの家族像にぴったりのお家をご提案いたします。それでは次の動画でお会いしましょう。